大変です、ロイドさん。ユーリが、弟が、うちへ来るそうです、今日。今日？やっと姉さんに会える、久しぶりに、ランラン。ロイド・フォージャー、姉さんを脅かすクソ野郎だったら即刻牢にぶち込んでやる。貼り付けた笑顔や虚勢で本音を隠し、本性を隠し、誘める。この男が姉さんの夫にふさわしい人物かどうかを。いや、ふさわしくないに決まってる。お花ありがとう、ユーリ。うん、でも姉さん、僕はまだこの結婚を認めたわけじゃない。お待たせしました。ロイドさんの料理美味しいでしょ。それでお二人はどこで知り合ったんです？三番街のブティックです。その食事はいつ、どこで、何回くらい、店の名前は、何度目の仰せで交際へと至ったのですか？結婚の決め手は。ロッテー！うわー！できたー！うわー！普通にロイドさんですよ。こんな、ちょっと料理ができて、顔が良くて、背が高くて、気遣いができるだけの医者なんか、なんか。できたー！ユーリ？認めないって言っただろう、姉さん。わかりますか？そんな世界で一番大切な家族をポットでのやつに奪い去られてしまった僕の気持ち。あんたにその役が務まるのか、ロッテ。ロ、彼女は僕にとってももう家族です。たとえ槍が降ろうと、隕石が落ちてこようと、僕は生涯をかけて彼女を守り抜きます。うん、え、結婚して1年も経っているのに今ここでキスしてみろ。え、好き同士なら簡単なことだろ。ちょっとロイドさん。いつものようにするだけさ、夜さ。